お疲れ様です。はい、ちょっとね、吉尾さんにインタビューなんかしてみようかなと思ってるんで、ちょっと行きたいと思います。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうしました？こんな公園に呼び出してしまって、はい、こうグルービー公園って言って相当景色いいじゃないですか、めっちゃ眩しいですけど、まあ、今ハレーションがね、よく自分を見つめ直すときにここに来るんですよ。でほら今日別に何かアキラさんほら何か撮るって言ったじゃないですか、ずっと言ってましたよ、ね、外録的な、はいはいはい、でまあいろんな人を撮るのにこれから先やちょっとやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ今日最初に自分からちょっとやろうかな。何話せばいいですか。いや、まあ最初からでいいんじゃないですか。とほら、吉田さんってほらご家族がほら、普通の人にちょっと特殊じゃないですか。ああ、じゃあちょっとまあ適当にね、YouTube とかもしそのうちになんか炎上することもあるかもしれないんで、今のうち先ほどに話しておこう。炎上する可能性があるんですか。まあ一応多分知ってる人いると思うんですけど、はい、俺まあ普通さ。家族って父親母親いてさ、はいはい、いろいろこう一家にねいるじゃないですか、ええ、俺両方とも親違うんですけど、はいはいはい、でただまあ一応家族の身内なのね、身内の中に預けられて里親的な感じで生きてきたんですけれども、親のことってまあそんくらいしかないよね。ただまあ、基本親って二人とも、まあ、本当の生みの親と育ての親がいるんですけども、はい、まあ、つい最近というかここ10年ぐらい、親父はもう親父今も亡くなってるんですけど、はいはい、脳梗塞になったんだよね。でそこからたま大変な日々ですよ。基本的に年を取ってずっと工務店をやってきたんだけども、ある日突然脳梗塞になった。で自営業だからちゃんと保険も入ってるんですけど、実は脳梗塞になった日にというかその前にちょうど70歳超えたあたりで保険を怪我病気とかで入院するじゃん、年取ると、ね、その病気とかで入院するところから怪我とかの保険に変えられちゃってたんだよね、保険屋さんに。あ、もう大丈夫だろうっていう判断ですかね。何なんですか。多分これね、みんな気をつけてもらった方がいいのが、はい、おそらくこれから先病気になることが多いじゃない、はい、だけどうまい具合に骨折とかもするから怪我に変えた方がいいですよ的な。ただそれって基本もし入ってないと病気とかの方に、はい、脳梗塞になった時とか何か大きな病気を抱えた時に何にも出ないんですよ。そう、はいはいはい、だからもう大変な感じでしたよ。一日の病院代からたまたま長野の方にその親父が出かけてた時になっちゃって、ええ、高速のインターで動けなくなっちゃうのね。もうでそこで入院したもんだからかなり大変、かなり大変。そこからまた東京来て永遠にこう病院代と治療費と加算してそこでまずまあ全ての貯金をなくすっていう。まあ、それはしょうがない。でもしょうがないんだよね。その今まで育ててもらった恩義があってちゃんとしてあげたいなと思ったからいろいろやったんですけども、はいはい、まあその辺はいいんですよ、はい、ただその後にねうちのその生みの親というか、はいはい、お母さんの方も脳卒中になりまして、あ家族一家揃って脳卒中脳梗塞一家みたいな、まあ、うん、両方とも親がってことですね、うん、そう。ただまあ母親の方はまあいろいろやってなんとかね、みんな一緒に住んで、はい、面倒見ながらやってますけども、そうなんですね。まあちょっとその辺はね、まあ、生きていく上でもう俺も年である程度になってっからなんとなくできてるって感じで、はいはいはい、ただ介護の疲れとか、そういう親の面倒をまさかここで見なきゃいけないっていうのは思っても見なかったことですけどね。ただ慣れてます。はい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 、そう。ただまあちょっとまあ何話せばいいんだろうね、このね、一応昔のなんか辛かったこととか話せばいいですか。いやだからまあ、うん、生みの親がいて育ての親がいてなぜそうなったかっていう話ですよね。ああ、だから生みの親は、はい、俺が今までずっと子供の頃におばさんとして思ってた人なんですよね。あ、生みの親、そう、家族の中でおばさん、で俺その人のことすごい好きで、はいはい、よく
どっかねやんちゃな人でね夜の仕事をしたりとか、そうなんですね、そういう仕事をずっとしてきたんだけども、はい、まあ時々遊びに来ると俺はなぜか好きみたいな。で実はその人が海の親だったの。だからってことですね。なるほど。海のというか本当の父親に関しては俺が物心ついた時に遊びによく来てたおじさんだったんですよ、はい、どっちの親戚の人だと思ったから実は海の親だったと、うん、でそこでまあ子供ができて、ただ結婚してないんだけども、はい、基本的にうちっておばあちゃんとか父親とかめちゃめちゃその厳しい家だったんですよ。だからその多分娘を傷物にするのかみたいな話になって、はい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 、でろくな仕事もしてない状態でそこで育てるのが大変だから、しかもあ、なるほど、事実的に、うん、結婚してない子供いないという、そうそうそう、できちゃったよっていうああ、うん、なるほど、うん、できちゃった子じゃなくてできちゃったってだけの話、事実だったできちゃったんだけど、別にそこはなるほど、ね、別にその恋仲ではないような、なるほど、うん、感じと複雑でね、複雑でですね、でそこで預けたのが、まあ、うちの今の実家のところ、うん、だから だいぶ早い段階で預けられるってことですね。そうだって、その辺変な家族でさ、おばあちゃんがいたんですよ、はい、一番上のおばあちゃん、一番上のおばあちゃんと親父が若い頃に出会って、そこが付き合ってたのよ。あ、いいよ、はいはいはい、でその後に、まあ、当時かなり昔に今の土地を500円で買ったらしい、泣けなしのお金を、泣けなしのお金でも500円って何すか。おばあちゃん、おばあちゃん、ちょっとおばあちゃんの話から入ると、はい、おばあちゃんって北千住に住んでたんだって、はい、あの辺に、はいはいはい、で映画館とか持ってて、そのアトメっていう、そうアトメっていう、アトメっていう道筋なんですけど、まあ、ちょいちょいどういうことですかねって話になっちゃうんですけど、踊りの先生で、はあはあ、そこで出会った旦那さんっていうのはちょっとまあこっち系の人だったんですよ。あんまり言えない、こっち系、まあ、ちょっと闇の世界の人、闇の世界というか、あ、ヤクザとかではないの、もっと闇の世界の人、 あんまり言えないですけど、もっと闇の世界。なるほど。で使用人とかがいっぱいいて、おそらく話に聞くと、毒をずっと盛られ続け、おじいちゃんは死んでるんですよ。ほう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 。そう、なんか五臓六腑がどうのこうのっていう話をよく子供の頃聞かされてたんですけど、はいはい、でおばあちゃんはその頃ね、旦那さんがいる状態ではもうしっかりしたそこの奥様じゃないですか、その使用人とかその周りの人たちに全部の全財産を取られ、子供を3人抱え逃げてきたと。おほうほうほう。でその時に娘たちは自分が育てられないから、お金持ちのお家にこう転々とここに行って、一番上の娘2人だけ自分が引き取って、もう一人の人はどっかにやったりとかっていう、こうバラバラな状態だったんですよね。そこで生きていくために東京で、東京というかその辺で、はい、俺うちの父親と出会うんですよ。ああ、海の本当の海のじゃない、海のじゃない、育ての方の、育ての方、うん、そう、そこから来るんですね。そこの二人が付き合うというか一緒になって、はい、で親父は親父で長野県の方から東京に出てきて、どっちの親のこと、もう亡くなった俺の海から育ての親です。すげえな、図面が欲しい、図面欲しい。だ育ての親と最長おばあちゃんが出会う、はい、でここの血筋で萩原の家系の娘たちはそこにいるわけじゃないですか、はいはい、で俺のお母さんはその娘たちの中の本当の親は真ん中、はいはいはい、あ違う、本当の親は一番下で、育ての親は真ん中なんですよね。真ん中っていうのは、でおばあちゃんがなけなしのお金で、親父もその大工一つの仕事の腕に都内に出てきて、その仕事を築くんだけど、はい、そこでまあ家がないとっていう話で今の家を買ったんですよ。でそこに住みながら全部の娘たちを呼ぶっていう、親父って結構昔ながらのお兄さん気質の人なんで、はい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 、全部の娘たちを呼ぶっていう話から、なぜかおばあちゃんではなくて娘とくっついてるっていうね。もう、もうよくわかんない、うん、でその時俺はまだ存在しないわけです。まあそうですよね、うん、でその間に娘たちはどんどん家を出ながら、なんかいろいろして、はい、やんちゃだった人が俺を産んで、はい、育てられないからっつってうちの実家に預けて、はいはい、だお兄さんお兄さんその実家に預けて、俺はそこでもう生まれた赤ちゃん、赤ん坊の状態で、そうですね、赤ん坊ね、すごいもう膨れっ面で
俺の生みの親と、はい、あの本当の生みの父親が、ええ、多分殴られたのかな、その写真が要するに多分子供できちゃったって言って、はい、その実家に報告にしに来たその夜の大惨事の後の写真なわけですよ。あ、なるほど、まあ、詳しくは分かんないけどおそらくそうなんだろう、ね、そう でその写真をもとに、まあ、そこで俺はそうなって、ただまあよくさ、はい、うちの父親って、まあ、酒乱というか酒飲むとすごかったんですけど、それでよく酔っ払った時とか夜中に喧嘩してて、ね、そういう話を永遠に聞いてきてたんですよ。ああ、だから多分そんないろいろ勝手になってんだろうなって言って、ごめん、それを自覚したのっていくつぐらいなんですか。ね、中育ての親とその両方いるっていう、ちょっとずつ聞いててなんとなく思ってたのはもう小学校とか中学校ぐらい。ああ、そうですね。そう、ただ完璧にそれを本人たちから聞かされてはなくて、あれもう自然とそうなんでしょっていう話にはだから俺がこう、あ、いや本当の親父とスキーに行って旅行に行った時に帰りの新幹線の中で言われたんだ。それはいつの、それは高校卒業した時。あ、うん、ある程度大人になったから話そうかっていうのもあったのかもしれないですね。で帰りの新幹線の中で言われて、もし大学とかに行ったりとか何かしたいことがあるんだったら全部面倒を見るからって言われたんですよ、うん、ほうほうほう。だけどいやいいよ今のままでっていうノリでそのままですね、うん、そう。だ高校卒業、その頃はだから親はそんな感じなんですけど、高校卒業してその後俺就職してないんですよ、はい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 、あの大学行くつもりもないし専門学校行くつもりもないし、進路決めるときに先生にどうするんだって言われて、卒業したらとりあえず休みますよ、うん、はいはいはい。そっからなんかいろいろ休んでんだけど、仕事頼まれたりして当時 AMPM の店長とか、あと上野のアメリカ屋の洋服店、あ、言ってましたね、うん、あと電気屋さんとか全部あのやったことない仕事でも入ってる、とりあえず稼ぐ、はいはい、うん、あとパチンコ店にもいましたね、あの SV としてあのパチンコ屋さんを本当漫画に出てきそうな従業員があの通路でタバコ吸ってるようなパチンコ屋さんを中から入っていって、そこのものを全て中身のものをぶち壊し新しいパチンコ屋に立ち直すという相当危険な SV って仕事を、うん、してたりしたんですけど、まあでもそうね、当時電気屋さんで働いた時もあの電気の免許も何もないのにあのエアコンの工事とかができるって言って、電気工事士の話ですか。そう、いろいろやるんですよ家の中のアンペア工事とか何してるんですか。いや 町の電気屋さんに入ったんだよね。あ、はいはい、うん、そしたらなんかそこちょっといい加減で給料とかもいい加減だったんですけど何もわかんねえのにエアコンつけてきてもらっていいと思って、エアコンつけるって何ですかって言って、エアコンを要するに家に設置するんで、まあそうですね、知らないじゃんまあまあまあ、まあ、前の日の夜にあの徹夜でその本とかを読んで、はい、見よう見まねでやったらできたっていうまあたまたまでしょうか。もともとさ親父が大工だから休みのたんびに手伝ったりしてこう工事とかそういうのはちょっとした知識があったんですよね、うん、そんな感じで、まあその頃って結構いろんな仕事転々としてるんですけど、事件が起きまして。お、それはいつ頃って話ですか。多分ね20歳超えたあたりか、そのぐらい。子供の頃からさ結構工務店だったから多分ボンボンで結構お小遣いとかも自由にもらってたんですよ。好きなもの買ってもらってるし、それが多分バブルが弾けたあたりでは普通だったんだけど、はい、ある時に親父がその一軒家を建てるの、うん、で下の子さんとかいろいろいるんだけど、そのもらってきた仕事でそこの人が家建てた後に逃げちゃったんですよ、お、はいはい、だから丸々一軒を建てたお金が入ってこない。おお、なるほど。わかる？なるほど。相当立派な家を建てて入ってこないもんだから、でそこ あの当時そのか、なんだろう、その仕事を持ってきた人とかって結構自殺したりしちゃってるんですよ。でその後うちって生き残ったんだけど、
そこで初めて借金というものに手を出してしまうんだよね。お金がないから。だってまるまる1年分くらいやったもののお金が入ってこないわけだから、なるほど。でだんだんその年を取っていくにつれて、バカだからさ、初めて借金するもんだから、はい、いろんな人にこう聞いて、こうやれば大丈夫だよみたいな。自転車操業しちゃったんですよ。こっちから借りて、こっちから借りて、銀行から借りてみたいな。で挙句の果てに、俺の名前も使うと。だから名義。うん、大変なことになりまして気づいた時には自分はお金借りられてて、あれっていう。いや、お金借りられてた時がいいよって言って、はいはい、その作ってあげたのは覚えてるんだけど、はいはいはい、子供ながらにその頃って俺結構その適当だったのよ。どうせ帰ってくるんでしょ、まあ、みたいな。まあまあそうですよね、うん、だって子供の時のね、その名義貸しなんて、うん、親に貸すの、まあ当たり前かどうか置いといても、うん、まあ別にねって話ですよね、うん、そこまで深く考えないですよね。考えない。そしたら気づいたら、返さなきゃいけないお金が3000万ぐらいだったの。おで、いや一気分そのままじゃないですか、本当に。で俺20代ですよ。どうしよう。やった、20代でそんな借金を、うん、で普通にその当時例えばあの消費者金融的なものも借りてたんで、はい、お給料稼ぐじゃん、はい、そこそこお給料もらってた時もあったんだけど、その給料日に基本的にその借金返しに回る日々が続くんですよ。まあまあまあそうですよね、うん、でまあ、 あの稼いでも自分のもう遊ぶ金がないと、でもお金返していかなきゃなんないと、それを永遠に続ける20代前半みたいな。あ、で当時もあの一緒に住んでる女性とかいたんですけど。なるほど、リボルバーでずっとしてたんですね。あの結婚する約束もとかもしてたんだけど、そんな状態でできないもんだから、あのなかなか仲は、まあ、だんだんねこうなって、まあなりますわな、うん、そうなります、うんうん、ただまあその辺はいいんだけど、でそれでもでもどうあがいても普通に働いてるぐらいじゃ返せないんですよね、だから弁護士さん相談して、これは債務整理しかないと、はいはい、ただ債務整理っていうものに関してはあれってあの破産と違うんで、利子がない分のお金はちゃんと回数は返さなきゃいけない、返さなきゃいけない。でだけど月の支払いはだいぶ安くというか優しくなるってことですよね、多分。でも3000ですからね。まあそう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 、まあ家買うのといったって30年ローン的な話ですよね、うん、本当に、はい、朝も、はい、昼も夜も働いて、夜中もビデオレンタルで働いてたんですよ、はい、寝る時間は車の中で寝たりとか、ちょっとした休憩時間で、若かったから多分できたんだけど、永遠にその仕事をしてお金を返していく日々というか、そうなりますよね。それがねもうねずっとだ、みんなの人の前では楽しい顔をしてんだけど、これ俺初めて多分その頃俺と一緒にいた人って多分知らないと思うんですけど、はい、人の前では金ないのは隠すのよ。普通にご飯をおごってあげたりもするんだけどただね、それを全部返し終わって時に初めてのその自由というか、自分でなんか楽しいことをしたり遊んだりっていうものがずっとしてこなかったわけじゃないですか、だからあ、生きるのってこんな楽なんだっていう、感じに思ってます。でまあある程度の年になって今の仕事に就いたのはちょうど30超えたぐらいなのかな、たまたまね、これもなんか運命で喫茶店で就職したんですよ。そこの社長がたまたまいて、あで意気投合、たまたま行ってたまたま俺がよく行く喫茶店に行って、でたまたま俺もその時プー太郎で、はい、話をしたら、ね、なんか盛り上がっちゃって、盛り上がっちゃって的な感じになったってこと。いや、とりあえずなんか手伝ってみ、ちょっとあのお小遣いで手伝わないみたいな。あ、アルバイト的なね。そしたらいつの間にかいつの間にか社員になってるっていうね。うん、だから多分さ、今みんなやってるような就職活動とかってほとんどしたことがないのよ。普通に仕事探したりはしたことあるんだけど、ただこの仕事
すごい俺にとって天職で、やってて楽しいし、めちゃめちゃ忙しい。だから秋田さん分かると思うけど、今も基本的に電話になるじゃないですか。なります。で、休みがない、ないわけじゃないのよ。基本的には好きな時に一応休める感じにはなってんだけど、結局それやっちゃうと仕事間に合わなくなるし、まあ言っちゃえば吉尾さんの代わりにする人はいないってことですよね。そうそうそう、うん、相棒がいないってことですね。相棒いないのよ、うん、だから基本的にはどうしても遊びよりもやっぱり仕事を取るっていう。だ昔が辛すぎて、はいはい、今って全然ほとんど休まなくても全然平気なんですよ、はいはい、そうだから多分休みの感じは言わないですけど、日本の中で一番俺多分休んでない方の部類に入るかもしれない。多分ね、俺の知り合いの車屋さんとかは360日ぐらい働いてますよ言ったけど、それは自営業だからね、うん、まあまあそうですよね、うん、だまあそうかな、そんな感じで楽しく生きてる感じですかね。これがなんか赤裸々なこの人生の、はい、なんかただクレジットカードは使えるっていうのは、はい、大人になってから俺ずっとほらクレジットカード持てなかったわけなんで。ああそうか、借金の話だった、うん、そこから で,、ね、である程度の年になって持つじゃん、はい、全部終わってるんで、はい、なんていう便利なことなんでしょう魔法のカードだと、うん、ただ自分が作ったその返さなきゃいけないお金ではなくて、誰かが作ったものでそれを返すために人生半分ぐらいちょっと使ったのは、逆になんか今から取り戻してやろうかなっていう感じにはなりますよね。なるほど、うん、あとなんかあります？特にないですよ。 YouTube の話あ、いいんじゃないですか。だから、うん、今の仕事ついて、うん、なんで YouTube をやろうとかな。いや、これなんか YouTube ってあんま見てなかったんです俺、はい、である日突然見た時に映画とか好きじゃんで、はい、歌丸さんのラジオをよく聞いたのよ、映画レビュー、はい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 、めっちゃ面白いじゃんって、その話してるのが楽しいし、はいはい、それを後で聞いた時も楽しいし、あ、こんなのやってみたいなと思って、一番最初になぜかガジェット紹介をするっていうね映画レビューじゃなくて、でその後映画レビューとかいろいろやった、まあチャンネル登録者伸びないっすよ本当映画レビューなんて、よっぽどお話がうまかったりとかしない限り、んでいろんなことやってたら、なんとなく銃が好きじゃない、映画とか見てても、はいはい、ジョン・ウィックだったりいろんな銃が、あ、この銃、映画の銃って売ってんだと思って買いに行こうとして買おうとして、その間に、インターネットで通販しようかなと、お店に行くの分かんなかったんで、はい、で長物を買おうとして、いや長物買うんだったらインターネットで調べてお店どっか行こうかなと思って 41PX に行った。そこのおすみさんに出会って、その時ってさ ARP556 買ったんだけど、その銃が、はい、5万くらいするわけじゃない、4、5万、はいはいはい、4、5万の買い物に10でしょって言って、せっかくこんな高い、まあ、おもちゃにねって話でしたね、こんな高いお金をかけるのに撮影ぐらいさせてほしいなと思って、はいはい、DM かなんかでやったらいいですよっていうので決まって撮影に行って、実はあれおすみさんと会って何もこうお互いに話さずに急に撮影し始めて、あの動画で1時間になっちゃったんですよただその1時間の動画を上げた時に思った以上の反響だったんですよね。急にこうチャンネル登録者バーって増えて、はいはい、あれこれありなのかっていう、まあありだったんですね、うん、映画レビューとかだけやってた時ってまだ600人ぐらいだったの、はいはい、それが一気に何千人か増えるのってちょっとびっくりするんじゃないですか。まあ悪い方言いますけど調子に乗ったわけですね。調子に乗りました、はい、ただずっと下こう僕はちゃんと礼儀正しく生きてますけど調子に乗りましたね。あ、うん、なるほどで今は基本的にもちろん今年まだ動画まだ 2,3 本ぐらいしか出してないですけど、はい、いろんな動画にチャレンジしたくて、でちょっと最近悩んでたんですよ、ええ、部屋で顔に CG つけて変な動画作ったりとかガジェットレビューとかもしようね。 iPhone の機能ですからね。 iPhone の機能で俺最近悩んでたのがチャンネル登録者がどんどん減ったのね、はいはいはい、で俺何の動画出すたびにもチャンネル登録者減るよと思ってて、俺やり方間違ってんのかなと思って思ったんですけど、
新しいやり方の動画を出した時ってそこからちょっと入ってきたりはしてるんですよ、はいはいはい、そしたら去年の10月か11月ぐらいに YouTube さんが広告ブロッカーで見てる人を全部消し始めてるんですよ、はい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 、要するにほら YouTube って広告ついちゃうから、はい、それをブロックしながら見れるアプリとかそんなのがあったありますあります。であれを使ってる人のアカウントとか1年間でちょうど去年の今頃にメールが来てて1年間の間で例えばじゃあそれでメールのやり取りも何もしてないアカウントを Google からどんどん削除しますよっていうのが来てたのよ、それがちょうど今なんで急激になんか減った感じは、はいはいはい、うん、登録してて使ってないアカウントが死んでいくみたいな、はいはい、だから決してあ見てくんなくなった人もいると思うんですけど何やってもとりあえずまだいいかなっていう感じ、まあ要は、うん、よくわかんないアカウントは自動的に削除したから少なくなったのはそれも原因だから、そうそうそう、ある意味ちゃんと見てる人は残ってるってことですよね、うんうんうん、まあなのでね特にねなんかうん、これ以上話すことないですね。ないのかいないのかい、うん、じゃあ今後について、今後、今後だからまあ10年とは言わないですけど、うんうん、5年後とか、うん、3年後とかありますか、なんか目標がってこと、まあ、目標っていう、まあ、こうでありたいとかこうに行こうかとか、今後こんな感じでもいいんじゃないのかなみたいな、まあ、でも予想ですよ、うん、本当にもう妄想に近い予想でもいいんじゃないですか、まあ、昨日ちょっととある人と喋ってて、はい、いろんなことこれから学んでいこうと思ってて、サバゲーはもちろん貸し切りとかもするんですよ、はい、ただそれやってって別にただサバゲーのサバチューバーみたいな感じにはなりたくないんですよ、まあオンリーじゃないですね、オンリー、そう、あくまでも趣味の一環でサバゲーしてますよっていう、はいはい、ただ映画レビューとかも去年ほとんどやってないんだよ ね、 ね、超適当に過ごしちゃってライブ配信とか終わらしちゃったりしてるし、はい、ガジェットとかもやってないんで、なんかあらゆるものをちゃんとした、そうなんですよ、僕も話してますけど、うん、ライブで話してるだけで腰据えて動画としてはやってないですよね、そうその動画を結構求めてる人たちが多かったんです、話を聞いてみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちゃんとやりつつ、多分ああいうのも、うん、見てるは見てる、作業しながら声だけでも聞いてて回してくれる人は何人かいると思うんですよね、だよね、うんうん、だからねそれをねライブ配信だとどうしても、まあ、今だからその話はどこでやるか分かんないじゃないですか、ライブ配信だと2時間、うん、1時間あってその部分しか聞きたくない人っていうのは多分結構いるんですよね、いるよね、だからまあそれでちょっといろんな原点に戻っていろんな動画を今年は撮っていきたいなっていう、あとはまあだから映画もいいネタがないと、ね、そうなのよ、ね、そう乗る気が全くならないという、うん、だまあちょっといい映画に関してはちゃんとちょっと後出しかもしれないですけど、感想をちゃんと述べていく動画を作りながら、はいはいはい、まあやっていきたいなっていう、なるほど、その感じですかね、はい、うん、うん、こんな感じですかね、あきらさん、そうですか、うん、分かりました。あとね、あばらにひびが入ってるのが治んないですよ、ここにあ、そのあばらのひびはライブで言ってますけど、どういうことですか、言ってください、年を取って言ってください、年を取って、はい、足がもつれて、はい、こういう高さから落ちたんですよ、はいはいはい、で、自分の肘が、はい、ここの胸のところにブッってなってガスってちょっと息できなくて、こう、うーってこう、うずくまってたんですけど、はい、実はひびが入ってたで、ここなんで医者は言ったのね、はい、何もできないのよ、まあでもひびですからね、うん、自己治癒ですからね、う仰向けになると息ができないのと、永遠にこうするとずっと痛いでしょうね、うん、痛いでしょうね、そうだ、まあ、まあそんな感じですかね、わかりました、じゃちょうどですね、ほぼ30分なんですか、じゃあ お疲れ様でした、今年もちょっと移動、あ、これでちなみに、はい、この外録チャンネル的なやつ、お、いろんな人と撮っていきたいです、お、いいですね、うん、多分この瞬間まで見てくれてる人少ないと思うんですけど、少ないでしょうね、いろんな、まあ、著名人とかさ、はい、普通の人とかさ、著名人、うん、著名人、著名人、はい、分かりました、結構だろうな、芸能関係に関しては事務所があるんで多分やらせてくれない、いや、そりゃそうでしょ、でも中には知り合いの個人事務所だったらいけると思う、そうそうそう、ちょっと撮っていいよっていう話だったら、うん、まあいろんな動画撮る残したいのよ、うん、はいはい、なんかいろんな人の生き様を
普段喋ってないことを喋ってくれる人を募集中でございます。はい、わかりました。あとはあのオープニングの曲、はい、外録の曲、うん、使わせてもらえるかどうかわかんないですけど。いや使えないでしょ、ね、うん。俺が歌うから。歌うんですね。鼻歌で歌っていただいてじゃあ、うん。まあ終わりましょう。はい、わかりました。じゃあすみません、あのありがとうございました。こんなところまで。なかなかね、ここから帰るの大変ですけど、ただいい、はい、いいでしょ、なんかすごく、すごくいいじゃないですか。うん、お台場って感じだね、うん、そうレインボーブリッジがあって、ちなみにここからドローン飛ばしてあそこまで行くとあの電波届かなくなってドローン落ちますよ。どういうことですか。なんか多分あの辺電波が超いっぱい、ここに違法なシャツがいるぞ違法なシャツがいるぞ、多分あの辺電波がすごいいっぱいあるそうです、うん、っていう夢を見ました。はい、はい、夢です。じゃあ、すみません、お疲れ様です。お疲れ様でした。Candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.